オーダー・は、日本の政治家。公明党所属の衆議院議員、公明党全国議員団会議議長。帰宅、ボディビルフィットネス連盟最高顧問。新進党副幹事長、公明党幹事長代行、公明党国会対策委員長、公明党代表、国土交通大臣、水循環政策担当大臣などを歴任した。愛知県新城市に生まれ、生後間もなく、 豊橋市へ転居する。愛知県立自習館高等学校、京都大学工学部土木工学科卒業。京大在学中は相撲部に所属した。京都大学大学院工学研究科修士課程を修了した後、1971年4月に公明党機関支局に就職し、公明新聞で国会担当記者を務める。1982年、 創価学会青年部長に就任。創価学会のプリンスと呼ばれるようになる。1990年第39回衆議院議員総選挙に公明党公認で旧東京パックから出馬するも落選。1993年の第40回衆議院議員総選挙では旧東京9区に国返して出馬し、初当選した。同年8月。 当時の公明党委員長、石田光志郎の下で、党副書記長、政策審議副会長に就任。早くから公明党のプリンスと目された。1994年、公明党会頭により、公明新党を経て、新新党決闘に参加する。新新党では副幹事長に就任した。小選挙区比例代表並立制導入後初めて、 実施された第41回衆議院議員総選挙では、比例東京ブロック単独で出馬し、再選。1998年、新新党会党により、旧公明党系議員が結成した新党平和に参加した後、新党平和、黎明クラブ、公明の合併による公明党再結成に伴い、党幹事長代行に就任。2000年の、 第42回衆議院議員総選挙では、比例東京ブロック単独で出馬し、参戦。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、比例単独から東京12区に国返し、初めて小選挙区で当選。この選挙では自由民主党、保守新党の推薦を受けた。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、郵政民営化法案の採決で、 反対票を投じた、八代英太郎を破り、五選。2006年、神崎武則の退任に伴う公明党、代表選挙に立候補し、大田以外に立候補者がいなかったため無投票で、党代表に選出された。2009年の、第45回衆議院議員総選挙で従来通り、重複立候補を辞退し、東京12区のみに立候補したが、民主党の青木愛に、 金差で敗れ現職の与党党首でありながら落選した。公明党で党首が落選するのは立党以来初めてであった。総選挙後、9月3日の登場人役委員会で党代表辞任を表明し、了承された。なお、同じく落選した党幹事長の北川和夫も合わせて辞任した。同年9月8日の公明党全国代表者会議において、大田の辞任と、 山口夏夫の新代表就任が正式に決まる。これに合わせて、党規約が改正され、大田は新設ポストである全国代表社会議議長に、就任、執行部に残留した。同年12月6日、2010年7月の第22回参議院、議員通常選挙における、比例区候補として公明党から公認された。しかし、2010年2月2日には一、一転、 公明党は、大田の公認を取り消し、党ホームページの参院選立候補予定者欄から、大田の名前を削除した。大田の参議院への出馬に対し、総科学会婦人部など学会内部から否定的な意見が多かったことが原因と言われる。2013年9月5日、第8回 APEC 交通大臣会合時、この公認取り消しの混乱で、 政治生命の衰えも一部で指摘されたが、その後も、党議長として、党内序列任位を維持し、参院選や、地方選挙の候補者応援などの政治活動を継続。2011年11月17日、公明党中央幹事会は大田を第46回衆議院議員総選挙の、東京12区候補予定者に決定。なお、大田の出馬は、 議員在任中に66歳を超えないとする党の内規に定職するが、党は大田を例外扱いとすることを認めた。2012年12月16日に行われた総選挙の結果、大田は民主党から日本未来の党に移籍した青木を破り当選、国政に復帰した。12月26日、第2次安倍内閣において国土交通大臣として初入閣。 2013年5月26日、ミャンマー訪問中の内閣総理大臣、安倍晋三の代理として大相撲、夏場所総理大臣杯を白鵬に授与した。2014年5月20日、国土交通大臣と兼務して、初代水循環政策担当大臣に就任。9月3日に発足した第二次、安倍改造内閣でも同職に再任された。同年9月21日、 公明党全国代表者会議の廃止に伴い、衆参両院議員団と全国地方議員団会議で構成する公明党全国議員団会議の初代議長に就任した。同年12月14日に執行された第47回衆議院議員総選挙で7期目の当選を果たし、12月24日に発足した第3次安倍内閣では国土交通大臣、 および水循環政策担当大臣に再任される。2015年10月7日、第3次安倍第一次改造内閣発足に伴い、党政務調査会長の石井圭一に後を託し、大臣職を退任した。2017年の第48回衆議院議員総選挙で8選。2019年5月、体力面を理由に第49回衆議院議員総選挙で、 東京12区からの立候補を見送ることが発表され、公認予定候補の座を岡本三成に譲った。ありがとうございます。